わっさー、どうも、ビアゴガイドのナスピです。5月の、今日は何日かな ?5 月の3日ですね。ゴールデンウィーク5日、もう終わりました。本当に早いですね。もう5日も経ったんですね。皆さんどうお過ごしでしょうか?私はガイドさせていただいております。ありがとうございます。今日はですね、朝から人が多いのをちょっと予想しまして、今日も朝から北に行きました。北の川登りです。川をひたすら打ちました。テキサスとか、まあ、山線香とか、バックスライド系の脳進化とか、まあ、いろいろ打ちましたね。で、全然今日はダメで、で、そこから、まあ、北湖に、せっかく来てるんで、北湖の魚礁とかをちょっと久々に打とうかなっていうので、北の魚礁をひたすら打ちまくりました。で、そこで、まあ、カバースキャットとか、フリーリグとか、フリーリグは7グラムぐらいのフリーリグ。ダイワの猫マッチョとか、デプスのバルビューターとか、で、あとは猫リグ、2.5 グラムぐらいのあのストレートの 5.5 インチとかでバイトはめちゃくちゃありました、今日。すごいバイトありましたね。びっくりしました。久々に、魚礁でちゃんとやればやっぱバイトあるんだなと。ただ、やっぱり何個も、一緒で、バイトはあってもなかなか乗らない。こんなすぐ離すぐらいな感じで、ショートバイト地獄でしたね。で、まあ、初めに入った魚礁で結構当たるもんですので、まあ、いろいろと魚礁を回っていったんですけど、まあ、そんな甘くもいかず、釣れない。で、その時に、結構ね、北湖の川登り、川をひたすら打つ釣りを半日ぐらい費やしてて、で、そこから昼過ぎぐらいから、魚礁巡りして、まあ、全然ダメで、で、そこからまた、今度何個入りました?何個の、シャロひたすら打ってきましたね。で、全然釣れない。どうしよう今日みたいな感じになって、最後の最後で、何個の本湖ってちょっとよくわかんないですけど、まあ、何個に、しっかりした何個に戻って、魚釣れました。びっくりしました。結局何個なんかいと思いましたね。まあ、人が多いのを避けてのことだったので、まあ、結構比較的人の少ない場所で釣ることができました。で、ちなみに釣ったのはカバースキャット、でしたね。やっぱ釣れますね。まあ、1ヶ月ぶりぐらいに、また消えたよ。1ヶ月ぶりぐらいにカバースキャットで、ナスビガイドは釣れたのかな。明日はちょっと、まあ、川もちょっとやっていくんですけど、何個とかもしっかりじっくりちょっとやっていこうかなと思います。ね。で、今日服装なんですけど、上は T シャツに、ダウンジャケット、そして、まあ、こういうフリースなんですかね。あと、コージジャケットみたいな羽織って。で、下は、スウェットズボン1枚でやってたんですけど、結構気候はね、あったかかったんですけど、ですね。風がね、すごい冷たくて刺さるような風で、ね、かなり寒かったです。なので、防寒着ちょっと大げさかもしれないですけど、持ってきた方がいいかもしれないですね。寒かったら羽織るみたいな感じで、そういうのいいんちゃうかなと思いましたね。ですね。はい。というわけで、ですね、5月の3日、ゴールデンウィーク5日間終わりました。まあ明日もちょっとナスビガイドなんですけど、頑張って釣っていただけるように。やったりますわ。うん。ナスビガイド、ちなみに、下の概要欄に URL 貼ってると思いますんで、そちらからクリックしていただいて、募集日とか載せますので、ぜひとも、皆さん遊びに来ていただければと、思います。というわけで、終わりましょうかね。三日坊主はもう防いでる。毎日投稿頑張ります。よろしくお願いします。